お客様3名様ご案内。んだてめえこの野郎、やんのか、あたしとやろうってのか、長毛衆。やんの、僕とやんの、やる気なのお姉ちゃん。ま、いちいち揉めてもしゃあねえしな。ごめんなさい。気持ちいいにゅ。お兄ちゃんのなでなで大好きだ。グリーン。まあ悪かねえな。別に褒められるためにやめたわけじゃねえけど。嬉しいに決まってんだろ。いちいち聞くなよ。私をそんなに安く見ない方がいい。恋猫だからって常に寂しがってると思われては。コロコロコロは、不意打ちとは卑怯。くぅ、コロコロゴロゴロ。けど、その…
休憩行ってくるわ。は察しが悪いかな。他の猫たちとはあんなにイチャイチャしてるくせにさ、でも私も素直じゃないから同じかな。あれから全然恋猫っぽいことしないじゃない。でもそんなこと言ってもな、何性格変わったら苦労しないわよね。はあ、いっそのことアップルパイだけでももらってくればよかったな。危ない、つい噛んじゃったわ。こんなことでイライラしてるのもかっこ悪いし、爪ボロボロにしてたらもっとカッコ悪いし、そもそもこんなところ誰かに見られたら、ちぃーふにゃー、シナモン、いつからそこに。いつからって、私はずっとメイちゃんを見てるよ。ずっとってそのよ。こっち見なさいってば。見てるよ、大丈夫だよ。ん？何ですかそのケーキ。見たことない、ずいぶん派手なケーキね。なるほどね。結局私たちは食べてられなかったもんね。カショ、カショさんにはかなわないなってことだよね、姉ちゃん。ほんと、惚れた方の負けよね。はあ、あんたが鈍いから、こっちが苦労するわねって話よ。姉ちゃん、そうじゃないでしょ。もっと素直になるって決めたんじゃないの？あー、もううるさいうるさいうるさい、もういっそ殺して。ダメー。
猫パラ。箇所、ちょっといい？ちょっとこの紅茶飲んでみてくれる？プロなんだし、さすがに気づくわよね。いつものアールグレーにほんの少しメープルシロップで味付けをしてみたの。味の薄いクッキーとかスコーン、パウンドケーキに合わせるならこういうのも変わり種として面白いんじゃないかって思って試してみたの。ケーキ美味しかったからさ、あんたがいろいろ考えて頑張ってるんだから私にもできることないかなって考えて。うん、結構調べた。言ってもネット知識レベルだけど。改まってお礼を言われるようなことじゃないわよ。雇われてるんだし、こっちだっていろいろと助けてもらったし、それにまだ試作段階で商品として出せるレベルじゃないし。でもそのあんたがそう言ってくれるならすごい嬉しいけど。そんなこと…別にどうしたとかじゃなくて、嬉しいだけ。いや、別に、その、なんでもない。もう、姉ちゃんは本当不器用だね。こと言われても。
匠さん、消耗品を買いに楽器屋に行きたいんですけれど、今度のお休みとかお付き合いしていただけませんか？シナモン。でも箇所は予定が入ってるんじゃ。猫パラ。やっぱりここは人が多いですね。県内で一番栄えてる駅だしね。いつも付き合わせて悪いわね。一緒だと心強いですしね。お店によっては猫だけで入るのも気が引けるところあるしね。そろそろ替えの弦が欲しいなって思って。あ、もちろん自分で買うわよ。そんなに高いものじゃないし。いいわよ、そんなことのために付き合ってもらってるわけじゃないし。初デートの記念だね。嬉しい。そんな写真なんてどこに貼るんだよ。自分だけが見える小物とかに貼るのがいいの。人に見せるためのものじゃないし、それにデートの思い出でしょ。それでお前が喜んでくれるならいいけどな。めっちゃ嬉しいよ。
っとボケっとしてただけ。それよりも早く行こっか。お店あっちよね。いいかな？はい、笑って。3、2、1。はい、チーズ。ちょっと箇所？せっかく撮ってるのに、どうしてそんなに引きつってんのよ。真面目にやりなさい、真面目に。らしくて可愛いですね。機械の操作も全然でしたし、でもそれなのに誘ってくれちゃうあたりがまたかっこいいんですけど。にゃー。2枚目を撮影するよ。準備はいいかな？あ、ほらもう次来るわよ。次はまともな顔して写りなさいよね。みんなで撮ったっていうのが大事だし、それにシナモンの言う通りこれも楽しそうでいいかなって。あとで私にもちょうだいね。ええ、帰ってから切り分けましょう。お願い。はーい、行きましょう、行きましょう。ありがとうございました。またのご来店をお待ちしております。ありがとう、ちゃんと練習するから。
匠さんは時間大丈夫なんですか？私のわがままなんだからじゃあこっち来てくれる？感じでエロいわね。そういうことをするための場所だしね。飼い猫なんだから別におかしいことじゃないでしょ。カショウさんのお家じゃショコラちゃんやバニラちゃんにバレちゃうかもですしね。バレても何かあるわけじゃないけどね。私だって、子犬子なんだから。私だって、カショウに甘えたいって思うのは当たり前でしょ？あのメイちゃんがここまでしてるんですよ。恋人として、いじらしいとかかわいいとか思わないんですか？その返事だけで十分よ。そうですね。今日は私たちが知ってあげますから。初デートの上にあんなに濃厚なエッチまでしてもらっちゃいました。ほんと死んじゃうかと思ったわよ。もうあ、ダメ、まだ足に力入らないわ。好きだとか恋愛とかそんなの
ダサいことだとばっかり思い込んでたけど、でもね、好きな人ができて初めて分かったわ。それがどんなに幸せなことかって。私、つまんない嫉妬なんかやめる。素直にはなろうと思うけど、でも周りを羨むのはやめるわ。めいちゃん。その代わり、歌唱が私にベタボレしちゃうくらい、私が魅力的になってみせるから、そうやって生きていこうってそう思ったわ。それでこそめいちゃんだね。恋猫としてはライバルだけど、親友として応援しちゃうよ。私のこと、そんな安い猫だと思わないでよね。めいちゃんらしいね。そうね、歌唱は私たちの恋人なんだから。もっともっとかっこよくなってもらわないとですね。じゃあ帰りましょうか。エスコートお願いしますね。